そのようなことから無申告はいとも簡単にバレてしまうんですね。こんにちは、永井です。今回は無申告どうやってバレるの？そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。個人事業主でも会社員の方でも一定の場合には確定申告をしなければなりませんが、中には税金を払いたくない、または確定申告するのが面倒くさい、そういった理由から確定申告をしないで無申告で済まそうという人がいるんですね。もちろん無申告はバレなければ税金を払う必要はないんですけども、そんなに甘くはないんですね。今回は無申告がバレてしまう理由とバレやすいケースについて解説したいと思います。動画の最後の方で最近の傾向についても説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。まず早速無申告がなぜバレるのかというところを説明していきたいと思います。まず何と言っても国税局税務署には膨大な量の情報が蓄積されているんですね。まあ、どういった形で情報が蓄積されるか、まあ、いろいろあるんですけども、代表的なものとしては、例えばある事業者があなたに報酬を支払ってると、まあ、例えばあなたが個人事業主フリーランスだった場合ですね。で、その報酬に関しては一定金額以上であれば、その払ってる事業者というのはあなたの個人情報を記載した支払い調書を税務署に提出してるんですね。そしてその情報と確定申告された情報を付き合わせて確定申告がきちんとなされているか、そういったことを確認するんですね。まあ、ところがその過程で報酬をもらっている側のあなたが確定申告をしていないと、もしくはその報酬について無申告だったといった場合は簡単にバレてしまうんですね。もしくはあなたが事業者ではなくて副業をしていて、まあ、給与をもらっているとしましょう。で、同様に一定金額以上の場合は、その支払っている企業は税務署に源泉徴収票を送るんですね。よって給与所得者であっても一部給与を申告していなかったと、まあ、そういったことがあればバレてしまう可能性があるということになっております。まあ、さらに税務署は不動産売買の情報は的確に掴んでおります。よって不動産売買で所得が出たにもかかわらず無申告の場合は簡単にバレてしまうということですね。それから税務署は銀行預金の情報を入手することができるんですね。まあ、預金の入出金の情報を入手することができるということで、あなたの口座へ振り込まれた報酬ですとか給与があれば、そういったものを簡単に把握できるということになってるんですね。まあ、そういった様々な情報から無申告者の情報を割り出すことができるということになっております。まあ、ただ裏を返せば 100% 現金取引を行っているという人はバレにくいということもあるんですね。まあ、ただしやはりどこかで歪みが出てくるもので、まあ、最終的には多額の現金を自宅に隠さなければならない、まあ、そういった事態にもなりかねないんですね。まあ、そうするとさすがに何かのタイミングでバレてしまうということも結構国税庁の報告の中では上がってきてるんですね。そしてあなたの取引先への税務調査によってあなたの無申告がバレてしまうということもあります。例えば取引先があなたに報酬などを支払っているといった場合ですね。そういった場合、その取引先の帳簿だったり、法人の場合は勘定科目内訳書を作成することが求められるんですけども、まあ、そういった情報からあなたとの取引金額が簡単に分かってしまうんですね。まあ、さらに取引先への税務調査だけではなくて、まあ、全ての企業ではないんですけども、税務署から一部の企業へ資料船と呼ばれる調査依頼があるんですね。一定規模以上の取引を行った場合にはその詳細を記載してくださいと、まあ、そういった内容なんですね。まあ、そこから例えばあなたと取引を行っていたといった場合はそれが報告されて、仮にあなたが無申告の場合はバレてしまう、そういった可能性もあるんですね。まあ、さらにそこまで事例としては多くないかと思われるんですけども、タレコミですね。国税庁の窓口で情報提供に関するフォームというのがあるんですね。そこからある程度その情報が信頼性があると国税側が判断した場合は本格的に調査に乗り出して無申告が発覚してしまうことがあるということになっております。まあ、このように様々な理由から無申告が発覚する可能性があるということになっているんですね。そして以上を踏まえて無申告がバレやすいケースということなんですけども、比較的個人よりも
法人の方が確定申告などにおいて税務署に報告しなければいけない事項というのは多いんですね。まあ、個人よりも法人の方が税務署に多くの情報を提供しないといけないということですね。まあ、このようなことから法人との取引が多い事業者、まあ、そういった事業者は無申告、バレやすいということは言えるかと思います。まあ、それから、まあ、先ほど税務署は銀行預金の情報を取れるというふうに説明したんですけども、多額の口座を通じた取引、預金を通じた取引が多い事業者は無申告、バレやすくなるということになっております。まあ、さらに、これは後でも説明するんですけども、国税庁、ここ最近海外取引に目を光らせてるんですね。まあ、海外取引があったりですとか、海外に多くの資産を持っている事業者、まあ、事業者でなくても会社員でもそうなんですけども、多額の海外取引、海外資産があるような人は税務調査のターゲットにされやすいということですね。まあ、そういった海外取引、海外資産を多く持っている人は無申告が発覚しやすいということは言えるんですね。そして最近の傾向なんですけども、まあ、これは国税庁が公表している資料でも伺えるんですけども、いわゆるシェアリングエコノミー等の取引ですね。まあ、このシェアリングエコノミー等というのは、まあ、国税庁の資料によればシェアリングビジネスですね。それから暗号資産取引、アフィリエイト、ネット通販など、まあ、比較的新しい形態のビジネスですね。そしてネットを通じた取引、まあ、そういったものを重点的に調査してますよということですね。まあ、そのようなシェアリングエコノミー等を調査する専門部隊もあるようなんですね。まあ、そういった部署が重点的にチェックをして無申告の疑いがあればその部分を重点的に調査する、まあ、それによって無申告者を洗い出すということが行われているんですね。まあ、さらに、まあ、これもここ最近の重点項目ではあるんですけども海外取引ですね。まあ、以前にも増して海外取引の情報が取りやすくなってきているということがあるんですね。まあ、以前は海外に資産を隠すということが簡単にできていたんですけども今はそれが難しくなっているということですね。よって安易に海外に資産を隠そうと、まあ、そういったことはしない方が良いということになってるんですね。これはおまけなんですけども、まあ、結構身近でこれって無申告じゃないのと思われるものがあるんですけども、まあ、例えば、まあ、最近は一般的な用語になってきたいわゆるパパ活ですね。まあ、従来からある言葉で言うと愛人契約ということになるんですけども、まあ、パパ活ですとか愛人に対しては、まあ、定期的にお金を払ったり都度お金を払ったりということがされているようなんですけども通常これらは現金で行われていることが多いかと思うんですね。そしてある程度パパ活愛人契約などで稼いだお金もちろんそれも申告対象にはなります。まあ、パパ活ですとか愛人がいいか悪いか法に触れるかどうか、まあ、そういった話もあるかと思うんですけども、まあ、これらが所得になるということは間違いないんですね。そして通常パパ活ですとか愛人で稼いだお金を申告しているという人はいないかと思うんですね。よってかなりの件数の無申告が放置されている状況ではないかということは言えるかと思います。そして業者ではなくて個人単位で公に公開せず身内だけで行っているホームパーティーなんか、まあ、これらも現金で会費を徴収するということが行われているようなんですね。で、そういった人もおそらく真面目に確定申告していないと思われます。まあ、参加費としてお金を受け取っていると、まあ、それも当然所得になるんですね。よって申告対象ということなんですけども、おそらくそういったことをやっている方、多くの方は無申告ではないかというふうに思います。まあ、これも現金での取引が中心だからですよね。まあ、なかなか身内のホームパーティー振り込んでくれというようなことはないかと思うのでそういった無申告がまかり通ってしまっているということもあるようなんですね。まあ、こういった無申告事案も見られるということですね。まあ、ただ何でもかんでも確定申告しなければならないというわけではなくて金額で決められてるんですね。まあ、過去動画で確定申告をしなければならない人と、まあ、そういったテーマで動画を上げておりますのでぜひそちらを参考にしてみていただければと思います。まあ、それから無申告の場合のペナルティですとか脱税のペナルティ、まあ、さらに今回ご紹介した国税庁が公表している情報の内容を取り扱った動画、まあ、そういったものもありますので下に URL 貼っておくのでぜひそちらも合わせて見ていただければと思います。まあ、今回は無申告がどうやってバレるのか、まあ、それから最近の傾向を踏まえて無申告について解説しました。今回の内容なるほどなと思っていただいた方はグッドボタン押していただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだという方もぜひチャンネル登録お願いします。
また、このチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄にどしどし記載していただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。